あのボノと申します。ですね、皆さんだいぶ一日やってお疲れかもしれないんですけれども、ツイッターでこれ割とこの講習のやつとかっていうのは言ってて、今質問とか全然一つも出ないのはすごい僕不思議でならないんですけど、言いにくかったらこの、ハッシュタグとのツイッターでありますけど、この今赤印で出るこのこういうやつですね、この子がこのカエルのアイコンの子が何か言ってますけど、こういうやつで書いてくれれば、このハッシュタグのアジャックスっていうので書いておけば、僕らがこれ勝手に補足して答えますので、こういうので言うのでもありです。ツイッターとか全然つぶやいていただいて結構なんです。任せてくださいって言ってますんで、この人が答えてくれるかもしれません。はい、で、私ボーノって言うんですけど、ちょっとせっかくなんで自己紹介とかもしてから1、2時間も話するので、ちょっとずっと聞いてたら疲れるやろうから、ちょっと最初だけ笑ってもらいたいんですけど、なかなか笑いが取れなくて、ちょっと笑いを取ろうと頑張ってるんですけど、ちょっとな笑えないかもしれません今日は。で、僕こんな感じであれなんですね、統合データベースの講習を仕事にというか、この講習会自体はだいたい年に6回ぐらいやってるんですけど、私自身はこの講習会をやろうって言い出しっぺで、8年前にこれをやろうと、で日本中を制覇しようと、47都道府県全部行こうと言って、今じゃあどれぐらい行ってると思います？半分以上は行ったと思う人。そうなんです、半分以上行ってるんです。もうあと10、多分9か18県、都道府は全部制覇してるんです。そういうのをずっとやってきた講習会のを言い出しっぺで、でそれでやってるんですけど、その8年もやってるやつがまだ引退できずに、まだこうやって講師やってるというちょっと不思議な状況なんですが、ライフサイエンス統合データベースセンターのところにまだやっておりまして、 DBC レストのところでやってます。で、そんな人がまだ9年もずっとやってるんですかっていうふうに言われるんですけど、はい、そうですというので、この4月1日でめでたく9年目を迎えて、今月からこの DBC レスト10年目を迎えました。で、データベースの講習会の講師とかもやってますけれども、実際にですね、皆さんがさっき箕輪さんが午前中に看板サービスというか、一番アクセスされているサービスっていう統合テレビっていう動画で解説するサイト作ってますっていうのを予定だと思うんですけど、あれも僕らがちょうど9年前に始めたやつで、その動画で説明するのとこの講習会のセットでずっとやってきたんですね。で、そういう感じの教育コンテンツとか教育事業みたいなのを割と仕事に、本業にしてきました。だから利用環境の普及とか、なんか構築とか、そういうのはそういうところなんですけれども、今はちょっとだんだん、仕事シフトしてきてて、その9年前始めた時はまだあんまりほとんど使われてなかった次世代シーケンサー NGS ですね、 NGS のデータがたくさん出ると、当時は NGS というよりはマイクロアレイのデータが問題だったんですけど、そういう大規模のデータが出てきた時にそれを解析するっていうことをずっとやってきててですね、それはこの DBSS 来る前から僕ずっとその研究してきたんですけど、それもやろうということで、マイクロアレイの解析の本も出したんですけど、最近去年こういう次世代シーケンサードライ解析教本というのも書いたし、監修ですかね、もやらせていただいて、解析 のノウハウを、日本の皆さんにシェアしようということで、割とこういうノウハウがあったら隠したがるんですね皆さんね、自分のところだけ使えたら、よそから共同研究で言うてきたらそれで嬉しいみたいな、ちょっとそういう考えの方が強くて、あんまりこういうのが出ないんですけれども、そこをですね、もうだいぶ言うてですね、出してくださいということで出しました。なのでこれはすごいノウハウが非常に出てて、特にエクソーム解析とトランスクリプトンというか RNSEC ですねに関してはかなりいいんじゃないかなというふうに思ってます。自画自賛です、すいません。で、私専門バイオインフォマティクスで、バイオインフォマティクスの教科書も書いてるので名前聞いたことあるかもしれないんですけれども、実はバイオインフォマティクスって言っても広いので、特に遺伝子発現解析ですね、トランスクリプトーム解析なんかをずっとやってきました。これもですね、理化学研究所で CDN をいっぱい集めて、それでトランスクリプト全体やといって、あとノンコーディング RNA とか言ってきた研究ですね、あれの一番最初の頃やってまして、で特にその頃から昔この広島大にいた某教授と一緒にマイクロアレイとかの研究することがありまして、
まあ、低酸素の研究、まあ、あの今ちょっともう帰って今一瞬だけここの時間だけ言いませんけど、谷本さんなんかとずっと一緒に低酸素とか の, あの関係の研究は一緒にやってきました。まあ、今はそれから酸素関係で酸素酸化ストレスも含めて、まあ、あの広く研究をそのテーマでやってまして、まあ、その一つとして、まあ、パーキンソン病のモデルを作ろうということで、パーキンソン病モデルの解剖を昆虫を作ろうということで、人モデルの昆虫をということで、パーキンソン病モデル解剖の研究とかもやったりしてたんですけど、最近ちょっとこういうあの、頭文字 NMR でやるようなものを始めましたと。で、これ NMR は NMR でも、あの、MRI と同じあの、核磁気共鳴じゃなくて、あの、ネイキッドモールラットの略で、裸デバネズミですね。で、これちょっと最近、ちょっと前に朝日新聞データから知ってるかも人がいるかもしれないんですけど、実は今日多分、あの、売ってるアイラを見ていただくと出てます。あの、この、ガン知らず裸デバネズミの対ガンメカニズム発見と、これに、あの、最近出した論文の話が出てます。で、僕はここで、あの、実際に実験してる人たちは北大にいて、裸デバネズミを実際に飼って、あの、ガンにならないんですけど、ガンになりにくい、あの、げっしりなんですけど、あの、その、やつのデータの解析を主に今やって、まあ、データから出てきて分かることということと、彼らが実際にウェットのラボでやって分かることというので、共同研究を今は割とこれやってます。はい。そんなのがちょっと自己紹介。それだけこ の, あの今さん皆さんに お配りした資料にはなかったやつです。で、そうなんですけれども、で、講習のお話は今から、講習を実際にやるんですが、あの、だいたいすでにお配りしているあの方の電子発現 DB の使い方というやつですね。そちらに基づいてというか、そこにあることをやっていきます。で、あの、途中で何かあったら止めてください。2時間長いんで、あの、皆さんの多分質問が、あの、有益で、他の人も多分それが分かってないということが多いと思うので、どんどん止めて、やってください。で、これちょっとあれですね、こう、ディスプレイがちっちゃいかな。ちょっと拡大して見せますけど、皆さんも自分 の, あのパソコンで開いてもこれ見れます。で、これに関しては、あの、まあ、先ほど来、てか何回か言っている、あの、アジャックスのあの、ページが、てかあの、とりあえず NBDC ですね。NBDC でググってもらって、NBDC のページ出ますよね。それの、この広報のこんなんクリックしすぎやと言われそうですけど、講習会のね、あのやつ の, あのこの今日 の, ア ジ, あのアジャック秋 の, このページがありますよね、のところに、講習資料はこちらって書いてるところですね。ここの先ほどから言っているこのページからあのリンクしてます。で、僕の資料に関してはあの紙で媒体でも配ってるんで、紙資料ってやったらこれ PDF 版がダウンロードできますし、こっちのあれですね、あの遺伝子発現 DB の使い方っていう方をクリックしていただくと、あの今から私がやるあの内容が全部あのここに出てますので、こっちから見てください。これで分からなかった、このページが分からない人、行きつけない人、ちょっと早かったかな。まあ、あの行きつけなくてもいいんですけど、この、あの講習会のページからリンクしてますんで、あのここに戻あの分からなくなったらここに戻ってきてください。はい。あのそんなに難しいことをしませんので、あのパスへのやつよりは簡単だと思いますので、あのちょっと一緒にこれはあのやっていきましょう。はい。で、で遺伝子発現のデータベースなんですけれども、じゃああなたじゃ あの NGS データ解析の話をしてくれるんですかって言うんですけど、基本シーケンサーが出てきたその生の配列データを今ここで皆さんで解析してってことはやりません。なぜならやれません。あの目の前のパソコンじゃ絶対解析できません。あの CPU がだいぶ古いです、まず。あとメモリーが足りません。あと何より足りないのがハードディスクです。ハードディスクが足りません。あの NGS のデータはギガのオーダーからいきますので、USB メモリーでもダメです。基本。あのもうあのテラ、1テラ以上のハードディスクは絶対いります。あの多分皆さん1個しか実験せえへんわけじゃなくて、何個も多分1回には実験すると思うので、あの本にも書いてあるんですけど、あのハードディスクを買ってそこの中であの USB3 レベルのハードディスクを買ってそこでやるようにっていうふうにあの言ってますけれども、まあ、そういうふうにやってください。で、まあそういう
もんなので、じゃああなた何を教えてくれるんですかって話なんですけど、遺伝子発現のそういうデータって皆さんが出して論文に出しますよね、多分ね。論文に出すときに、最近はその論文に出すときに、その発現データも出さないと論文通しませんっていうふうに、なってます。これは何でかっていうと、そういうふうな、まあ、時代の流れというか、まあなんですけど、日本だけちょっと変な感じなんですけど、海外だったらその研究費をいただいたら、研究費で出したやつって大体公的な研究費でやってることが多くて、公的な研究費のものはすぐに、データは公開しなさいという方針に今なってます。なので皆さん必ず登録してるんですね。だからそういう登録して、登録したデータはすでにまずデータベース中にあるというふうな前提であることが多いので、だからデータベース、そういうところにあるものがどんなんがあってっていう話を今日はちょっとして、皆さんの情報をアップデートしようかなというふうに思ってます。はい。で、まあじゃあそのデータベースって今まで言ってきたけど、じゃあどんなふうになってますかという細かいのを皆さんに知ってもらって、帰ってもらったら今日はちょっと勉強したかなって気になれるかなと思います。で、講習の話なんですけど、ここに書いてある通りで、まあ、一番最初にその遺伝子発現のデータベースってどんなもんですかって話をして、その後に、実際にある公共遺伝子発現 DB の使い方をお話したいと思います。これはまあ実習も交えて何個かやりたいと思います。で、その後に、まあ、皆さんも自分で興味がある遺伝子リストがあるというふうにだいぶ答えてくれた人が多かったので、そうある終わりだと思うんですけれども、個々の、まあ、興味ある遺伝子に関して、リファレンスとなる発現のデータベース。多分発言のデータベース検索したことある人は、いろんな人がいろんな実験やってて、いろいろあってどれかわからんということが多いと思うんですけれども、まあ、そこはとりあえずここに見に行くと、僕らがおすすめというデータがあるよっていうのを、まあ、みんなでやってみようと思います。それが個々の遺伝子の発言プロフィールを調べるという実習3のところですね。で、最後はですね、そうやって、もう今は1個の遺伝子とかそういうんじゃなくて、数十から数百数千 の, 遺伝子リストを持ってて、そういうのは大体の場合、大規模な実験で遺伝子発現のなんか上がったとか下がったとか、そういう一群の遺伝子が持ってると思うんですけれども、それをまあ入力して解析すると。まあさっきの最後にやったあれなんですけどね、デイビッドなんですけど、そのデイビッドでやるっていう話を、先ほどはケグノパスウェイに限定してお話してたんですけど、ケグノパスウェイ以外にもいろいろ有用なアノテーション、機能のアノテーションっていうのがありますので、そういうのをまあ主に、まあ、さっきはカキのパスでやっちゃったんで、そうじゃない方を主に、お話しして、終わりになるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。ここまで何か質問ある人います？まあ、こんなふうにないかな。はい。で、ここに書いてある通り、講習に関してはみんなでアクセスしますので、なんかつながりにくくなる時があるかもしれません。まあ、さっきも、森谷さんが同じことを言ってたと思うんですけれども、特にまあ、進んでやれる人はどんどんこの書いてある通りやれなんで、ガンガンやっててください。で、質問がそういうところであったらどんどん言ってください。で、まあサイトの反応ないときはちょっと待ってくださいってやつですね。別のをちょっと見てたりするとつながるようになるんじゃないかなというふうに、おおらかな気持ちで臨みましょうということですね。で、わからないことがあったら挙手してください。はい。で、それでもっていう人は、まあそれでも NGS の解析が知りたいんだという人は、講習会で去年やったやつに NGS のデータの取り扱いっていうのの動画もありますので、もう今やるようなことはもう分かってるという人は、こういうのを見てていただけるといいかなと思ったりします。あと、まあこういうNGS のデータの取り扱いに関して講習会をやってます。もうすでに実は締め切られてしまったんですけれども、この今月末ぐらいから東大の方で2週間合宿という、合宿じゃないわ、詰め込みで、即習コースというのをや、前は即習コースだな、今ちょっと名前変わったかもしれないですけど、やるので、そういうのの動画が去年一昨年とやったやつが全部蓄積して統合テレビに全部ありますので、そういうのも見ていただけるとより分かるんじゃないかなというふうに思います。で、まあそういう、それをやってくれてる門田先生っていうのは、今日面白いこと言ってるっていうのをうちの者がですね、まあ、見つけてきたんで、それをちょっとだけ紹介しておくとですね、僕もツイッターでメモしてるから分かると思うんですけど、これか。これですね。ちょっとこれだけ最初に言っておきたいと思います。受講生はお客様ではありませんと。
で講師は神様ではありませんと。でこの世話人ってそのカウタさんのことですけど、世話人は独裁者ですと彼は言ってます。ただ僕はそこ、これは言いませんけれども、前の2つは本当いつもそうだなと思っていることでして、受講生はまあ皆さん来て、自分でまあ学んで変えるというか、まあそういう手助けをするのがまあ僕らのこの場であって、僕も何でも知ってるわけじゃない、神様じゃないので、知らないこともあるし、今見に行ったらそのウェブサイトが変わってて、全然僕も皆さんと同レベルで分からないことだってよくありますので、その辺了承いただけたらなというふうに思ってます。はい、はい、ちなみにこれ Mac でこの今 Zoom とかやってます。はい、はい、じゃあでもこれもさっき これもくどいほど言ってるのでもういいかなと思うんですけど、いろんなツールの使い方に関してはこの東郷テレビで動画チュートリアルがあることが多いです。で今日みたいにこういうふうに公園で喋ってるような長いやつもあるんですけれども、本当にスクリーンキャストって言ってウェブのブラウザーのスクリーンショットをいっぱい撮ってる感じ でそこに吹き出しみたいな日本語の説明書きをやってる2タイプあるんですけれども、その後者の方は短くていいんですけど、まあ前者の方は結構長いのでずっとそれ見てるとまあ大変かもしれないんですけど、まあYouTube の早送り機能とかもありますので、今は、まあ、そういうのでこう必要なところだけ拾い読みしてくれるといいかなというふうに思います。でまあ YouTube 版とかはまあ早送りとかも機能があるということと、まあいろいろ分かるよっていうのと、でなんかこのツール便利なのになんでないんやろっていう場合は、この番組リクエストフォームっていうのがあるんですけど、こういうのですね。この話はさっきせえへんかった。こういうのがあります。でここに書いてくれればですね、あれ書いていただければ僕らが見に行ってこれを作りましょうっていうふうに大体の場合になりますので、ぜひ、これもリクエストしてみてください。匿名でもできます。はい。で、あとまあ作ってくれる人を募集してまして、これもですね、前は我々かつては 東京大学の中に貸ラボを借りてて、そこにまあで活動してたんですけど、2年ちょい前ぐらいまで。今はちょっと東京大学さんからは方から出てですね、私国立遺伝学研究所っていうのがあります静岡県の三島というところに、おりまして、そちらの方で今、こういうことやってて、なんで三島にいるかというと、さっきほど来名前が出てきたと DDBJ ですね、日本 DNA データバンク、あれ、まあ、いや DNA データバンクの日本のものが三島の遺伝学研究所の中にあるんですけど、それの隣で今一緒に仕事してます。その関係があって、まあ、三島にいて、まあ、当然三島の近くだとそういう大学院生いないので、昔はそうやって大学院生が東大のところにいますからすぐ周りにいて、その人たちが来てこういう感じで一緒に机並べて作ってくれたんですけども、それができないので最近は発注制というか外注制というか、こういう動画作ってくれへんかなってこう皆さんに言ってですね、ではい、できましたっていうので、それいくら1個いくらとか言うので、アルバイト的なことしてるんですけど、まあ、そういうのでアルバイトしても大丈夫とか、実際に作ってみたいとかいう方はぜひこれでご連絡ください。ここもこれもクリックしたら先は多分僕のつぶやきになってるだけかな、こんな感じですね。でここから先にいろいろ情報ありますから言ってください。まあ、そういうふうに東郷テレビ作ってくれる人大募集中ということです。でまあ東郷テレビの話はもう先ほどらしてるからもうこれ以上はしませんので、ただいうようなものがあったら、その復習のためのリンクとして東郷テレビへのリンクが貼ってありますから、まあ、それはそれで、まあ、見てください。はい、じゃあだんだん本題に行こうと思います。で遺伝子発現データベースのことでちょっとまたこれも座学が続いて申し訳ないんですけど、遺伝子発現のデータベースっていうのはですね、これ僕さっきちょっと言いかけたことなんですけど、これまず皆さんがちょっと欧米との日本での認識の違い、認識に違いがあるんですけど、それを理解してくださいということで、マインザギャップと言ってるんですけど、まあ、遺伝子発現解析のものはみんな基本的には出したデータはですね、データっていうのはその生データなんですけど、生データは
公共アーカイブに登録してくださいというふうになってます。 でも日本ではその論文投稿前が一般的で、まあこれはまあグラント出してくれるところの方針がなくてですね、特に制約がないからそうなってるんですけど、だから論文出すまではそういう、データベースに登録しないで自分の手元で解析をじっくり自分だけでやるという、まあ、流れなんですけれども、欧米ではそうじゃなくて、さっきも言ったんですけど、まず登録するんですね。でそれは特に NGS のデータなんかの場合だとシーケンスリードアーカイブという形、あとで出てきますけど、そういうNGS のデータレポジトリというか、まあ、データベースですね、要するに、まあ、レポジトリの箱入れ物ということで、データをとりあえず登録すると。ただそれ何の実験やったかは分からないけど登録はするというふうな感じになってて、そこへってこう登録しておかないとですね、来年のグラントが通らないんですね。通らないんじゃなくてもう、もらえないんですね。そういうふうな制約が非常に厳しいんですけど、日本はそこまで厳しくないと。そういう状況下で、なので、だから論文を査読に出したときに、なんでこれ出してないんですかみたいに、登録されてないんですかみたいなことは言われるゆえんはそういうことで、割とそういう状況になってます。これはけど、先ほど、箕輪から話のあった、あれですね、人データに関しては、当然誰でも見えるところに置いちゃダメなので、そういうことはないんですけど、ただその場合でもですね、公共データベースに登録して全員からは見えないんですけど、この番号、自分の登録したやつのアクセッション番号というものがついてます。それをつけないと査読には回らないとか、そういうふうなのが今は非常にもう普通になってきました。ですので、こういう遺伝子発現のデータベースとかそういうのはぜひじゃない、知っておかないと論文も出せないというふうな状況になってますので、知っててくださいと。でこれもちょっと歴史から入ると分かりやすいと思うので、皆さんいろいろ私と同じぐらいの年の人からもっともっと若い人までいっぱいいそうなんで言いますけれども、その遺伝子発現のデータベースっていうのは実はもっとマイクロアレイができるような前からありました。でなんだけど、特に皆さんが意識しだしたのはこのマイクロアレイの発明からです。でなんでそうなったかというと、マイクロアレイができたらたくさん大量に遺伝子発現のが測れるようになって、大量に測れるようになって、それをデータベースとして登録していこうという動きが、できたんですね。これが2000年過ぎぐらいなんですけど、できました。で例えば、マイクロアレイのデータっていろいろあって、知らない人もいると思うから言いますと、マイクロアレイで実験したら、そのスライドをスキャンするんですね。でそれスキャナーがスキャナーです。一緒です。あれ、この辺にないかな？ないな。ああいうコピー機なんかもスキャナーの一種ですよね。スキャンして、そのスキャンしたイメージをどっかに、画像ですよね。画像があるわけですね。その画像のデータを、イメージデータを、一番の生データになります。マイクロアレイの。そのイメージデータを、登録していこうという、流れで、実際それでずっと進んできてて、例えば、アフィメトリックス、さっきからアフィって、森谷さん言ってましたけど、それあれは本当アフィメトリックスというのが正式名称というか長い名前で、そのアフィメトリックス社っていうののマイクロアレイで作ったやつの生ファイルの拡張子が .cel だったためにセルファイルとかっていう呼ぶんですが、そのセルファイルっていうのを登録してねっていうのが一番の生データというふうに、なってます。てか多分そういうのでもやってきてる方が多分多いと思います。そういうセルファイルっていうのがマイクロアレイ。なんだけど、そのマイクロアレイのデータだけの、そのイメージデータだけあってもしょうがないんですよね。例えば皆さん、今、持ってる、誰かがこう書いた、文章で書いた、例えばこの立ち入り禁止じゃない、飲食禁止だって書いてあるやつを写真でカシャッと撮った、そのイメージのファイル送ってねって言われても、そんなデータ量多くて嫌やと思うじゃないですか。で、それを OCR つって、その文字を認識してですね、この禁止とか飲食物持ち込みとかそういうふうなのをこうデータとして、文字データとしてこう抽出して出すとか。そういうふうに、したいなというふうに皆さんも多分普段から思ってると思うんですけど、マイクロアレイのデータの場合も全く一緒で、それを生のイメージデータじゃなくて定量する。その遺伝子の発現量はどれぐらいだったかの数値を取ってやるということをやります。それがこの定量データっていうもので、そのシリーズマトリックスファイルっていって、それ1個の実験だったら1個だけですけど、それをたくさんやってですね。たくさんやって、それを例えば Excel のファイルのイメージで言えば、縦軸にずっと遺伝子がずっとあって、横にそのいろんな実験種類があると。そういう、列と
行と列だから行列でマトリックスって言って、そういうあの実験、あの遺伝子と実験っていうその、あの、ま、そういう行列マトリックスっていうのができて、それをあの定量したものを登録してしてほしいと。それはけどあの実はあの強制じゃなくて任意だったんだけど、あの、まあ、そういうのを、まあ、どんどん登録していくのデータベースのが、あのあそれも登録するのデータベースのがこの、あのこう今ではこの、NCBI のゲオというのと EBI の RExpress というのがあの一番一般的です。でかつては実は DDBJ でもそれやってて、 Cybex というのがありました。でありましたんですが、あのもう今は登録も受け付けてないし、これクリックした先に一応そのかつてサイベックスで登録されたあのデータが入ってるんですけど、私も一回これ登録したことあって、ここに塩漬けになってるマイクラインのデータ1個あるんですけれども、まあ、そのうちこれ復活するらしいです。あの GDBJ のこれやりたいという人が今いて、今今年から今年度からまたこれやろうって言ってますんで、やるんですけど、ゲオとアレクスプレスというのが、まあ、二大巨頭としてこう出てたんですけど、まあその状況がずっと続いてた、出てて、あのアレエクスプレス、あ、ゲオとあのアレエクスプレスはどんどん独立にやってて、で、ゲオの方があのアメリカで、あの、アレエクスプレスの方が、まあ、イギリスというか、まあ、欧州、まあ、EU じゃなくなるかもしれないんですけど、あの、まあ、そういうとこです。あの、で、別々にやってたんですけど、あの、まあ、技術が進んできてですね、まあ、統合しようというふうに考えを持った人たちがいて、それはどっちかというと EBI の方で、EBI の方は、あの、このゲオのデータを毎週毎週取り込んで、自分のところの形式に合わせて取り込んでいこうということを始めました。ただゲオはそういう逆はしてません。ですので、これ、ゲオが一番最大の発言のデータベースだとかってよく、あの、昔僕も書いた覚えがあるんですけれども、あの、そうじゃなくなってきてて、実はこれはまあ、あの、データ数を見に行くと後で出しますけれども、実は、今はアレエクスプレスの方がでっかくなってます。で、そのアレエクスプレスのデータを使おうという講習を今日はやります。で、それを、まあ、あのやりますので、まあ、後で一緒にやりましょう。だから、実は、最大 の, あのマイクロアレのデータベースはこの EBI のアレエクスプレスになっているというのが、今日覚えて帰ってほしいことです。はい。でですね、で、その、もともとはマイクロアレのデータベースってことだったんだけど、遺伝子発現って。でも、今は実は、その、NGS ですね。次世代シーケンサーで測定したデータも入ってると。で、もともとは、まあ、マイクロアレでやった実験を何でも入ってたのが、この遺伝子発現データベースで、実はその発現定量だけじゃなかったんですね。まあ、その流れに乗ってですね、この、ゲオとかアレエクスプレスには、あの次世代シーケンサーで遺伝子発現量を定量する RNSEC だけじゃなくて、あれですね、あのクロマチン免疫進行のデータのチップセックとか、あのエピジェネティックなデータが全部いろいろ何でも入ってます。まあそういうあの風に今は、なっててですね、まあ、とにかくその発現も昔マイクロアレでできたようなものでっていうのはどんどんこっちに発現データベースに入れようと、とりあえず入れようというふうな、まあ、動きにはなってるんですけど、ここでちょっと不思議な状況が起きてて、ここに出てるんですが、じゃあ何でも NGS のデータで発現のやつはその発現データベースと呼ばれるゲオとかアレックスベースに載ってるかというと、そうでもなくてですね、実は最近の NGS で測るデータってシーケンスのデータだから、シーケンスのデータベースにオリジナルのデータをとりあえず登録すれば、それ以外は別に何もしなくていいんですね。だから発現データをやってるのに、発現データベースに入ってないけど公的なデータベースにあるという不思議な状況になってます。なのでそこをまあなんとか、発現データベースならここを見に行けばOK よっていうのを作ろうとしてる人が私です。で、それを今作ろうとしてて、その話をちょっと後でしますけれども、基本的には実はその今の発現データっていうのは、この遺伝子発現データベースか、NGS のデータベースのシーケンスリートアーカイブのどっちかにオリジナルデータがあるという状況になってます。で、なんですけど、欧米ではそれがですね、シーケンスの NGS のデータベースに登録したときに、これは発現データだからって発現データにも自動的に登録されるようにしてるんですね。なんですけど、日本ではそうなってないために、あとまあ、欧米のその仕組みっていうのも万能じゃないために、まあ、漏れがあるんですね。で、その漏れをまあ拾ってきて、一つのインデックスを作ろうというのを僕やってて、それがまあ、AOIと呼んでて、後で、オールオブジンエクスプレッションの略で AOIって呼んでるんですけど、それをまあ、後で使い方みんなでやろうと思います。で、まあ、現状はここに書いてある通り、どこかの、
公共 DB に登録されたら OK ですよっていうのが現状で、まあ、どっかにちゃんと載ってさえすれば、まあ、いいという状況がついていると。で、まあ、マイクロアレ解析と発言解析も知ってる人にはこれ、あれなんですが、知らない人用にちょっとこれ書いてて、マイクロアレの解析は今も言ったようにスキャナーから出てきたデータが、まあ、各プローブに対する発言量で、そこに対してこの、プローブはどの遺伝子だったかっていう遺伝子のアノテーションをつけて、あとはそういうソフトウェアで解釈すると。いう、まあ、こういう割と単純な流れだったんですけど、NGS になったらこんな風にややこしくなっちゃいました。で、これはですね、まあ、ざっとだけ紹介しとくと、まあ、一番生データが、この一番左上の FASTQ っていう配列のデータですね。クオリティ付きの FAST ファイルっていうので FASTQ っていうんですけど、そのデータを、まずは、そのリファレンスとする、その実験何の実験か、まあ、大体の場合、皆さんの場合、ヒトかマウスだと思うんですけど、ヒトかマウスのゲノムにマッピングします。で、マッピングしてどこの位置に貼り付いたかっていうのを集計して、どこの、で、それで遺伝子がどこにあるかという、このゲノムアノテーションって情報ですね。このゲノムアノテーションという情報とともに、じゃあこの遺伝子はどれぐらいの発現量ありましたみたいなのをこう表で作ると。で、しかる後に、その、遺伝子がどんな機能だったかっていうのをさらに足して、評価すると。で、今やったこの、ストランド、社の作ったストランド NGS とか使うんですかね。まあそういうようなものを使ったりとかして、こうやって評価すると。まあそういう流れでこう、出ててですね。まあここに書いたソフトウェア名は、だいたいトップハット、トップハットとかカフリンクスとかカマーバンドって呼ぶんですけど、こういう普通にまあよく使われる RNSEC の、まあ、Unix 上で動くソフトウェアの名前です。で、まあ、こういうのをかけてですね、こういうプログラムを実行して、まあ、数値を得て、可視化するっていうふうな流れに、まあ、なってるのが、RNSEC なんですけど、これがですね、マイクロアレイと比べたらえらい煩雑になりましたよね。だいたい同じところに同じようなものが来るように書いてあるんですけど、だいぶ煩雑になってるというので、まあ、こういうのがやりにくいからっていうので、まあ、本を書いたんで、まあ、こう詳しく、この今の流れ知りたかったら、この本の、97ページから141ページにある RNSEC の説を読んでいただくと、今のこの図で僕がざっくりとしか書かなかったところが、まあ、紹介されています。まあ、それはさておき。じゃあ本題に入っていこうと思います。まあ、この辺の予備知識がないと多分わからんと思うので、ちょっと説明させていただいたんですけど、こんなんもう知ってましたって人はどれくらいいます?お前もそんなん説明せんでよ、アホってやつ。あとで殴りに行けへんから大丈夫。あれ?みんな知らんの?本当?じゃあ、よかった話で。はい。じゃあ、行きます。じゃあ、続けてやりたいと思います。はい。でですね、その、じゃあ、まあ、今、マイクロアレイからの流れで RNSEC も入るようになったけど、一部はちょっと欠損してるかもしれないよって言った遺伝子発現データベースですけど、結構便利なんで、みんなで使っていきたいと思います。やっと使います。ごめんなさい。なかなか僕の座学長かったね。30分ぐらい。で、やるんですけど、今までだったらこれで NCBA ゲオをやってたんですけど、今回からなんですけど、実は、このアレエクスプレスを使いたいと思います。じゃあ、アレエクスプレス使ってみましょう。これですね。EBI が提供、維持、管理している遺伝子発現情報のデータベース。じゃあ、アクセスしてみます。よいしょ。みんなでやったら落ちるかな?落ちないと思うんですけどね。イギリスは今、ちなみに9時間だから朝ですね。はい。こんなページが出てきたかなと思います。ちょっと僕のこれ画面が、あれやな、変やな。ちょっと画面解像度上げようかなと思います。ちょっとあれ撮ってんのが後で見えないんで、ちょっと待ってね。皆さんは、わかる人はどんどん先に進めていただいて全然結構ですので、僕ちょっと解像度上げますね。あれ?はい、もうちょっとなんか見やすかったのにな。これ違うな。これで回転しちゃうしな。まあいいか。すいません。じゃあこれで、で実はこれを見たときにいろいろ。いろいろ見れるんですが、やりすぎた。ここに、その現状の、データ量が出てて、
出てるんですけど、ここで見る通り、だいたい6万6千ぐらいの実験シリーズが登録されているということになります。で、アッセイの数、これハイブリ、もともとはマイクロアレイだったからハイブリダイゼーションと呼んでたんですけど、アッセイの数としてはだいたい200万アッセイぐらい。まあ昔は200万ハイブリダイゼーションとか呼んでましたけど、200万ぐらいの要するにデータポイントが入っていると。で、それの全部のデータは43テラぐらいあると。だから全部データをダウンロードしてこようと思ったら43テラかかりますという、そういう状況になってます。はい。で、これ見てもらって、じゃあ、実習やります。実習やります。で、じゃあなんでこっち使うようになったかっていうのはさっきも言った通り、ゲオの方よりデータが多いと。だからゲオのデータも取り込んでるから、ゲオのデータもこっちで検索すればいいよっていう話ですね。あと、インターフェースがすごい、いいです。探しやすくなってます。で、それを今からキャンサーの例でやってみようと思うんで、ちょっとやってみましょうね。まあ、全部、もう書いてある通りです、基本的には。はい。ここでじゃあ、キャンサーってここで打ちます。小文字にしよう。キャンサー。そうすると、こんな風に、なんかこんな、サブウィンドウが出てきましたかね。でこういうふうに、まあ、リコメンデーションしてくれるんですけど、ただリコメンデーションしてくれるのはどこのサイトも一緒なんですが、これ、すごいのは、このリコメンデーションしてくれるやつがですね、こう、階層的になってるんです。階層って何かっていうと、このプラスって出てますよね。このプラスほどけるんですよ。これ、打ちかけてるのに、これ、こう、プラスしてクリックするって言うと気持ち悪いんですが、それでもやるとですね、キャンサーの中で、あなたの言ってるキャンサーはもっとこう概念として絞り込めるんじゃないですかって言って、この、いろいろ言ってきます。ただちょっとこれ残念なのが、この、開いたやつの、候補の数がある程度限られてるみたいで、それもアルファベット順でやってるみたいで、だからアルファベットで、前の方の人は割とそれの、恩恵に預かられるんですけど、最後の方の、アルファベットが始まるやつはちょっと、切られてるようです。だから T 以降はなんか出ない感じです、これだと。まあでもですね、こう使えると。こう、キャンサーって言ってるのに、チャイルドフードキャンサーとか、オーラルキャビティキャンサーであるとか。で、これもどんどんこういうふうにほどけていけんですね、プラスやっていくと。で、自分の欲しかった、あ、これだって言って、見て、出てきたら本当ラッキーですね。なんだけど、まあ普通はよくわからないので、まあこのキャンサーのままこうサーチとかやっちゃうんですね。さあみんなでキャンサーでサーチしたら、あ、帰ってきた。こんな風になります。で、これデータの見方ですけど、見ての通り、たくさん出てきたんですが、ここに書いてある通り、1万5000ぐらいあったうちの最初の25個だけ出してますと。で、じゃあ最初の25個って何の最初ですかって話なんですけど、これですね、リリースとってあって、このデータが登録されて公開します。リリースしますと。で、そのリリースした日ごとに、日が新しいもの順に25個出てる。ですね。だからこれ毎日っていうか本当は毎週ですけど、毎週データこれ更新されてるそうなんですけど、やってるとどんどん変わっていきます。というわけです。ここまでで大丈夫ですよね。はい、すいません。じゃあどんどんちょっと上げていこうかと思います。で、このデータの見方なんですけど、僕がキャプチャーした時とちょっと変わってるかもしれないんですが、ガンってエグザクトにマッチした場合は、これで黄色で出てて、ガンに関係しそうなキーワードならプロステートとか、こういうリンフォーマとか、なんか、関係しそうなもの、カルチノーマとかは、こういうふうに、オレンジ色で、ヒットしてて、で、たまにですね、全然ヒットしてないのに、ヒットしてるのがあります。ヒットしてないのでおかしくて、要するに、キーワードでハイライトされてないのに出てるのがあるんですけど、これは実は、このデータは今タイトルしか出してないんですが、この中にですね、どんな研究やったかとか、アブストラクトとか書いてあるんですね。あと、いろいろな、実験の手法とかが詳細に書いてあるんですけど、その中でキャンサーっていうのがあったというので引っかかってくると。だから、すごくこの検索は強力です。普通だったら、このタイトルだけでやってきて、キャンサーで引っかかって皆さん見つけてきたと思うんですが、これものすごく強力で、その中のものまで全部こう、関連概念まで含めてこうやってくれて、むしろ当たりすぎて困るというふうに思うと思います。だってそうじゃないですか、これ。データベースとしては 6万ぐらいしかないやつなのに1万5000ヒットしてきたの。要するに4つに1個拾ってきたのがいいですよね。そんなの全部見ませんよね。じゃあ、絞り込もうってことです。じゃあ、絞り込んでみましょう。で、絞り込みもね、これ、
結構まあ技なんかなというふうに思うんですけど、 Google 検索ですぐ見つけてくるあの人たちと一緒で、そこでちょっと自分たちでも工夫してみたらいいと思います。ただ工夫の仕方として、ああいう今のキャンサーってやった時にいろいろ候補が出てきて、その候補の中から考えてみるっていうのもあるんですけど、例えばまあ、あのオーラルキャンサーっていうのでちょっと検索してみようかとか、1文字足してみる、1つ足してみるっていうのをやってみます。例えばですね、ここでこの前にオーラルって足してみようと思います。オーラルキャンサー、それでサーチすると1万5000がだいぶ減ると思いますね。減りました。230円減りました。230、ここに出てますよ。はい、230の最初の25個で出ます。こんな感じです。あ、これあの今これ例でやってるんで、皆さん好きなキーワードでもちろんやっていただいて全然結構ですんで、あのまあ、今はこれで、僕はこれで説明のためにこれやってるということです。で、見ての通り、同じように、あの、オーラルとキャンサーとか、それ今、自分が入れたやつのマッチは黄色で出るし、それと関連しそうなものは、こう、だいだい色、ベージュで出るというふうな、まあ、形になってます。はい。それでですね。で、さっきから言ってるように、リリーストで、あの、相当されてるんですが、それがいろいろ変えれますよって話ですね。でそれなんですけど、さっき実は見方であんまり説明しなかったんですけど、このリリースと以外はねしなかったんですけど、アッセイっていうのはその実験の中に含まれる実験というか、その各ポイントの数ですね。だからこれが225あるってことで、225マイクロアレイの場合はハイブリダイゼーション、 RNSeq の場合はそんだけの乱数ですねがあるというわけです。でプロセストっていうのは、これ先ほど来言ってたそのシリーズマトリックスの方です。要するに解析済みのデータ、定量化したデータが入ってますっていうものです。これだからマイナスっていうのはないって意味で、この下のマークついてるっていうのは、ここをクリックしたらそのままデータがダウンロードできると。で、このクリップのマークついてる場合は、ダウンロードできるページに飛びますって意味です。まあとにかくあるよってやつです。なやつもあるんですね。まあ、もちろん任意なんで、このプロセストデータは。なってます。で、ローデータの方ですね。ローデータは、まあ、もちろんこれは必須だって言ってるんですけど、ないのがあるのは、実はこれ多分ゲオからですね、トランスポートしてきたっていう、これゲオ D っていうのは実は、この ID の見方も後でちょっと触れようと思ってたんですけど、この eGeoD っていうのが始まるやつは、このゲオのからのデータのインポートなんですね。で、そのデータはちょっと、元々のデータはゲオにあって、まだあの EBI に取り込まれてない場合もあるんですけど、まあ、そういう新しいデータの場合はここない場合がありますが、基本的にはローデータは大体あると思ってください。ここまでいいですか。で、次のカラム、ビューってありますね。これ、これ皆さん好きなやつです。あの何回同じの見たかって、その人が見たかってやつ。だから、ここのビューでクリックすると、おもろいことが分かるんですね。ここのビューでクリックすると、ここで相当されるわけです。相当されて、あの多いもんから少ないもん順になります。つまり、この今オーラルキャンサーで検索したやつ で人気のあったあのデータ、よく見られてるデータが上の方に来るというふうな、まあ、流れになるんですね。まあ一番上多かったのはヒューマンジンエクスプレッションアトラスオブなんとかかんとかっていうふうに、なんかものすごくデータのあるやつで、まあもちろんこうやってものすごくデータ数のあるやつは当然人気が高いというか、みんなが見るのでこういうふうに多いというふうになってます。で、あとこのアトラスっていうのもあるんですけど、これは今回ちょっとあのもうちょっと高度だから言いませんけど、あのエクスプレッションアトラスっていうあの EBI が作ってる別のサービスがあって、これはまあデータをこういうアレエクスプレスとかに蓄えられたアーカイブされたデータを再解析して提供するっていうサービスやってるんですけど、それにデータがあるもんってやつです。それへのリンクなんていうのがあるよっていうやつです。これがアレエクスプレスの大体の使い方で、で、ここのエントリーを見てみましょうってこともちょっとやるにね、うん、やります。で、これはまあ今のはただ単に見てただけですけど、あの中身のエントリーをいろいろ見たいなっていうときは、あのここの E なんとかってついてるこのアクセッション番号っていうのをクリックしてください。そうするとこのデータがどんなんだったかっていうのがあの詳しく出てきます。よいしょ。みんなでやるとあかんかもしれません。あれ？ちょっと出ないのでこっちで紹介しますね。でクリックするとこんな画面が出てきて、ちょっとこれ表示するのに時間かかるかもしれません。みんなでやると。で、先ほどやった検索キーワードがずっと反映されてるんですね。このオーラルキャンサーとか。で、どういう実験をしたかっていうディスクリプション。
ディスクリプションに、どういう実験やったかっていうのがあるし、マイクロアレイの場合はどういうアレイを使ったか、これはアフィメトリックスのジーンチップヒューマンの HGU-133A を使いましたっていうふうに書いてあるし、どういうプロトコルであったかとか、生物種は何やったかとか、そういうのもいっぱい書いてあるし、論文情報、それが論文ですでに発表されているものであればどういう論文であったかというのも出ると、まあ、そういうふうになってます。はい、うん、まあこの辺は大体もう説明しましたね。はい、で先ほどら言ってるように、このローデータっていうのは下向きの矢印の場合は直接こうその下矢印をクリックするとデータダウンロードが始まるし、クリップの場合はこんな画面が出てきて、そのデータをダウンロードする、まあ、こういうページが出てくると。そういうふうになってます。はい。ちょっとこれも、こればっかり説明してても、ちょっと時間がなくなってきたんで、先を急ぎたいと思うんですけど、はい。こんな感じです。これが EBI のアレイエクスプレスで、まあ、皆さんの、まあ、データを探すのに、興味ありそうなデータを探すのに、今までの NCBI ゲオ以外からこっちを使ってみるといいかなと思います。もちろんゲオもいいんですけれども、で、まあ、ゲオも今まで、ずっと紹介してきたし、やってきてたんですけれども、いろいろデータの数とか、データの検索のインターフェースを考えると EBI の方がいいかなっていうのが今の結論です。はい。いいですか？ここまで。それでですね、まあ、これで実習1終わりなんですけれども、このアレイエクスプレスはすごく便利で検索能力も高いんですけれども、なかなか全体がどういうふうになってるかって分かりにくいということで、じゃあ、可視化とかそういうのは、まあ、我々得意なので、その可視化するとか、統計的なグラフから、このアレイエクスプレスのデータ、発言データって便利ですから、そこをアクセスしようということで、僕らがやってるのが、この AOE というものです。AOE って書いて AOE って呼んでて、まあ、All of Gene Expression の、まあ、略だというふうに言ってるんですけれども、まあ、これですね。で、現状ですね、この AOE は今バージョン1ってことになってて、このバージョン1っていうのはアレイエクスプレスのデータを取ってきて、それを可視化している状況です。で、実は今 AOE2 というのを用意してて、その AOE2 というのはですね、先ほど言ってたその RNA-seq のデータで、ゲオにも、アレイエクスプレスにも載ってないんだけど、シーケンスリードアーカイブには載ってて、RNA-seq のデータとして使えるのに入ってない。もしくは、シーケンスリードアーカイブに入っていない、ガンの、TCGA とか ICGC なんかの、ま、RNA-seq のデータなんかをここに入れて検索できるようにしたいというふうなので、今、ちょっと準備してるんですけれども、まあ、そういうのの、目次サイトです。ここに書いてあるとおり。遺伝子発現の用のデータの目次ですと。だから生物種ごとにいろいろ見れたりとか、そういうふうなのがするよっていうのはここに見ての通りです。じゃあこれちょっとアクセスしてみましょう。AOEは多分、日本なんで、こんな感じに出てきます。遠くないというか、僕が管理してるサイトなんで、落としてもいいです。ので、よいしょ。こんなんですね。出ましたでしょ。で、これ、まあ、何の変哲もないんですが、これだけ見ててはあんま嬉しくないんですが、でも、アレイエクスプレスのデータを全体で俯瞰すると、こんな感じになっているというのがここに出てます。つまり、データの登録数として、登録日で、その年に何個あったかでのヒストグラムで出したりとか、その生物種どんな分布だったかっていうので、追い物順にランキングにしてます。もちろん人が一番多くて、マウスがっていうので、こういう、そういうのをパイチャートで出したりとか、いうふうにしてて、あとこっちですね。年ごとにやってるデータの、手法による分類ですね。まあ、この青系が実はこれマイクロアレイで、赤系が NGS なんですけれども、アフィメトリックス社のジーンチップによるものか、アジレントのものか、それ以外かとか、そういうのでこれ、あと NGS の場合、イルミナかそれ以外になってますけど、そういう分布でこう見れますよというのが、こういうもので、まあ、こっちは生物種の分布になってますけど、こういうのが見えると。ただ、これだけで、静的に見てるだけだったら嬉しくないんで、これ実は動的です。じゃあ、どう動的かっていうと、こうなってます。これ、ホモサピエンスのところをクリックしますと、人だけのデータに今なりました。っていうふうに、これが変わります。こういう、あと人とマウスだけとかで足していくと、ここに今数字が変わっていったのがわかると思うんですけど、こういうので、わかると。まあそういうのができて、あとまあここ3、
3年ぐらいでいいやっていう場合は、この、あの、なんだ、チューブ状に何かやるってやつらは言うんですけど、こういうふうなね、こういう、あの、ここにまずマウス入れると、なんかちょっと、この形が変わるんですね。形が変わって、こっからここまででドラッグすると、こう、変わるんですね。で、このデータだけに絞って、統計が分かると。で、この絞ったデータに対して、その絞ったデータの一覧をこう見るっていうのは、この選択した項目でって。で、これで出てきて、こう見れると。で、この一個ずつクリックすると、RxPressの方に飛ぶというふうなものを作ってます。これがまあ、青い、簡単にやるとこういうのを作ってますってことです。で、まあ、面白いのはですね、この下の方の、でもまあ同じような抽出方法はできるんですけれども、登録別ランキングで今これ、マイクロアレイと発言データごちゃ、NGS ごちゃ混ぜで、これだけ見ただけでも NGS が最近多いんやなってのはわかると思うんですが、NGS だけがどういうふうに分布してきたかっていうのもこれ、データが作れます。例えば、この青いの方に行ってみんなでこの3番と5番だけやると、これは RNSEC でやったデータだけの分布になります。そういうで見ていただいたら分かる通り、RNSEC の登録っていうのは年々増えてきていると。で、2013年にだいぶ増えたと。で、これ勘違いしてほしくないのは、登録されたデータです。だからあくまでも、あの、あれですね、あの、その年にこんな、こんだけデータがこう、出てるってわけじゃないです。データが出た日と登録された日っていうのは、割とズレがあります。まあ、あの日本人は大体みんな後で登録してますから、大体まあ1年から、1年でも早いですね。あの、まあ、1年と早い方でまあ2、3年ぐらいは、あの、遅れがあると思いますし、もちろんプロジェクトでやってる場合は後で、その、すぐ登録しろと言われても、まあ、1年以内の誤差はあると思いますので、ちょっとディレイがあると。なんだけど、大体傾向としてわかると。あとまあ、これでやった時に、まあ、NGS でやってるのはほとんど人とマウスのデータばっかりっていうのがよくわかると思います。元々のやつにこう戻してやると、まあ、この流れがわかると思います。で、まあ、イルミナと、これを除くと、これではマイクロアレイだけのデータ。で、マイクロアレイの登録は、2013年を境にどんどん減ってきてて、まあ、2016年はまだこれ、年度途中ですけれども、だいぶ去年の段階で、去年の段階で減ってるというのはわかると思います。そういう、あの、図が、まあ、一目でわかるというようなものを作ってます。はい。これがまあ青いで、まあ皆さんもこういうふうなんで使って。で、最後はこの選択したリストで表示っていうボタンをクリックしていただいて、リストをまあ得てそこから見るという、そういうまあ使い方ができるということです。あ、あとそうか、これか。あとキーワードであの検索っていうのもできるっていうんですね。まあそれはけど、キーワードは本当はさっきの AliExpress の方が強烈なキーワード検索できるようになってるんであれなんですけど、これ例えば、計算素ですね。ハイオキシアとやって検索すると、これはですね、で今ハイポキシアで検索した結果が年度別にどうなったかとか、生物種別にどうだったかとか、あとまあテクノロジー別ですね。マイクロアレイでも他社のやつかアルフメトリックスかあのアジレンとかというのでやってて、まあ私なんかのやってる研究のその計算素はですね。まだまだマイクロアレイのデータばっかりだというのがわかるわけです。すぐ。あとまあ、なんとなく右肩上がりかなという感じと、まあほとんどが人、マウス、ラットですというのもわかると。まあそんな感じで、検索できますので、ちょっと自分の気になるキーワードとかでやってみてください。こんなん作ってます。これがまあこの実習の2でした。はい。それで、ちょうどだいたい1時間ぐらいになってきたんですけど、で、個々の、まあ、遺伝子の発現プロファイルという方に行きたいと思うんですけど、どうですか？なんとなく、この発現データのこのやつは分かりましたかね？分かってきましたかね？まあ、今までは全体のデータベースをこう、の統計とかから見る話ばっかりをやってみせたんですけれども、まあ、一度やっていただくと、後でできるかなというふうに思うので、やってみてください。はい。で、じゃあ、個々の、まあ、プロファイルなんですけど、これはですね、実は、これも僕らがやってるものなんですが、遺伝子配列の方は、RefSeq って言って NCBI がやってるんですけど、あれは、リファレンスのシーケンスがあって、すごい便利だと。で、もちろん NCBI があれはもう、どんどん前に出してきてるから、皆さんは、あれが、遺伝子の、もう、
なんだろう、ゴールデンスタンダードみたいに思ってると思うんですけど、あれはもともとでも NCBA がやってるもので、拡散配列のデータベースは実はそれ以外にもいっぱいあって、その中から代表配列として彼らが選んでくれて、ああいうふうなデータになってるんですね。だからレフセックにはあのメッセンジャー RNA のから始まる NM なんとかっていうやつとか、あとあれですね、あのゲノム の リファレンスの NG なんとかっていうやつとか、あとタンパク質配列 のリファレンスとする NP なんとかなんとかって始まるアクセッションのものとか、そういうものが あるわけです。なんですけど、遺伝子発現に関してはなんかやってなかったんで、じゃあ遺伝子発現も発現のリファレンスがあると便利ですよねということで始めました。それがこの6年ぐらい前かなぐらいに始めたんですけど、で、それはですね、じゃあ実際に使うときにやっぱり発現データの多さから見て、人とマウスとラットぐらいだろうってことで、まあ、哺乳類 のものを、まあの代表としてこの3つの生物種を対象にやってます。でじゃあ発現のリファレンスって言うんですけど、で発現のリファレンスって言って、じゃあ何で測定するんですかってことなんですけど、まあ、当時始めた当時はまあ、アフィメトリックスのマイクロアイが一番よく使われてました。でも旧来からはここに書いてある EST という方法ですね。もう EST ってもう皆さん知らんかもしれないんですけど、 EST っていうのはエクスプレストシーケンスタグっつって、そういうふうに発現しているメッセンジャー RNA の断片をですね CDN に取られてきて、それをまあ読んでですね、あこれは何かの遺伝子の断片だっていうので、それをたくさん、読むことでですね、そのライブラリー CDN ライブラリー のポピュレーションを知って、これはこういう遺伝子がよく出てたとか、そういうふうな実験をですね、何年前かな、もう25年以上前ぐらいはこれが結構使われてたんですね。そういうでその頃からのデータの蓄積があるために、いろんな臓器でどんな遺伝子が蓄積してるかっていうのはこの EST のデータベースは割と使えたし今も、まあ、参考になることがあるから、その EST っていう方法が一つで、ジーンチップではさっきほど来言ってラフメトリック社 のこれ商品名なんですけど、アフィって呼んでるものです。いわゆるそれがこの2つ目の実験手法に選んでます。それ以外に理化学研究所の方でやってきた KG ですね、キャップアナリスオブジーンエクスプレッションっていうので、まあ3プライム5プライム側 の、まあ、遺伝子を捉えてきて、まあ、転写開始点ですねが分かるようにした、まあ、EST なんですけど、まあ、EST みたいなもんなんですけど、それを、まあ、使った、まあ、で発現の定量方法っていうのが、まあ、3つ目。で4つ目はもう皆さんご存知の、まあ、RNA-seq ですね。これ RNA-seq も NGS で読んだ、まあEST みたいなもんなんですけれども、要するに、まあ、その方法の4つの方法で、同じ遺伝子をこう定量したデータをこう持っとこうと、まあ、同じ遺伝子というか、まあ、全ての遺伝子に対してこれ測定したデータを持ってるんですけど、まあ、そういうものがいろんな一番最初の段階では、正常組織に対して測ってこようということで、40種類ぐらいの正常組織ですね、後でどんな組織だったかっていうのを言いますけれども、そういうものに対してずっとデータを蓄えてきました。だったんですけど、正常組織だけ見ても面白くない嬉しくないっていう話は結構あった上にですね、ちょうど理化学研究所の方でファントム のバージョン5というかファントム5っていうのをやると、でその時にこのケージっていう方法で測った、ここに書いてあるんですけど、人で556種類マウスで286種類の、初代培養、正常組織だけじゃなくて初代培養とか細胞株とか胎児組織とかで取った RNA のライブラが得られるということで、今まで正常40種類だけだったのがもう一桁増えて、これが追加してっていう風なデータもこのレフェックスに入るようになりました。まあ、そういうのをまあざっくり使ってみるのをちょっと今からやってみようと思いますので、じゃあ皆さんも一緒にやりましょう。でレフェックスなんですけど、この実習3って書いてあるところに、URL 書いてますので、それをタブ開いてやってみてください。でこれのやり方に関しては、レフェックスの使い方っていう、統合テレビがありますので、まあ、後でまたやりたいとか、他の人に教えたいときは、これを、このリンクから辿って使ってみてください。で、レフェックス、じゃあ、行くとですね、こんなん出てきたと思います。これがレフェックスの、トップ画面で、トップ画面で、まあ、なんか、ちょっと、シンプルな、ものになってます。
で、使い方すごい簡単なんですよね。で、基本的にはもう、ここの画面で、クリックするなり、遺伝子名入れるなりすればいいんですけれども、実はレフェックスで面白いことしてます。で、何がおもろいかというとですね、これ今10個アイコン並んでますけど、今40種類の組織入ってますって言ったけど、その40種類をさらに10種類に分類して、あります。で、ここに見ての通り、脳とか、リバー、肝臓とか、肺とか、そういうふうに、まあ、分けてて、それぞれの組織で、特異的に発現している遺伝子というのを計算してあります。これは、その特異的に、ある臓器特異的に発現している遺伝子というのをこう、計算するアルゴリズムというのがあって、それを使って計算してるんですが、それは、じゃあその組織で発現が高いというのと、じゃあ何が違うんですかっていうんですけど、他の組織でも高く発現しているものは除くということをしています。基本的に。その組織だけの発現が高くて優位だっていうのを、まあ、取ってこれるようにしてて、ここでよく例で使うのはこの肝臓ですね。肝臓を特異的に発現している遺伝子を見ようってことでやると、ここの、マウスインするところいろいろ出てきますけど、肝臓は1個だけ肝臓なんで、これをクリックしてください。そうすると肝臓を特異的に発現している遺伝子がこうバッと取ります。で、今何もやらなかったんでデフォルトなんで、人なんかね、ちょっとね、これね、ポインターがね、バカになってて、ダメなんですよ。ずっとね、つけるとずっとついちゃうんです。消えない。で、マウスなんです。マウスっていうか人なんです。デフォルトは。で、マウスでこれ知りたかったら、マウスとかにしていただいたらいいんですけれども、実はラットとかになってくるとデータがなくてですね、こういう特異的遺伝子のデータがないので、あんまり見れないかもしれないんですけれども、人とマウスに関しては大体あると思います。そういうふうに、なってます。で、今出てきた結果が、人で肝臓特異的な遺伝子が470個ありましたということで、その特異的に発現してたやつの発現パターンというのが、それぞれの実験ごとに4種類実験ありますって言ったと思うんですけど、それぞれごとにこう横に並べて、横っていうか、まあ横でいいのかな、並べてみたのがこのデータで、これ1個ずつが1個ずつの遺伝子のものになってます。じゃあ例えばこのフィブリノーゲンアルファチェインというのをクリックしてみると、これに関して詳しく見れます。今までは10種類の臓器のヒストグラムしか見てなかったんですけど、より詳しく見ると、こういうふうに40種類のものになります。で、で見てみると、この、いろいろ測定したやつで、EST、腎チップ、ケージのところで、特に、で、肝臓で発現、ヒストグラムが上にあるってことは発現が高くなっててっていうふうなデータが、こんなふうに出てくると。というわけです。こういう組織特異的な発現パターンからアクセスする方法が、我々的には割とおすすめです。それがまあ、ここに書いてる実習の1ですね。1じゃない、実習のこの、3の、1、2あたりです。この辺ですね。なんか、書いてある通りです。それで、まあ、いろいろできますよって言ってるんですけれども、ここではですね、その、まあ、リストという機能を使うっていうことをやってます。で、これは、今はこれ1個の遺伝子を見てしまったんですけれども、もう1個戻ってですね、これ、たくさんの、遺伝子を、表示した状態で、これを自分のお気に入りの遺伝子にしてリストに入れていくっていう、リストに追加ってボタンを押せばどんどん追加していけるんですけれども、その前にですね、せっかくなんでこの、でちょっとお見せしとこうと思うのは、一番最初の午前中の講義であったボディパーツ 3D っていうのを DBCS でやってて、3D プリンターでもプリントアウトできますよみたいな話してたと思うんですけど、別に 3D プリンターでやらなくても画面上で見えるようになってます。これは実はこの発現のデータを元にですね、発現が高いところが赤くなって、こうですね、発現が低いところが青くなるような、まあカラーコードで、そのボディパーツ 3D 上にこの発現データをマップした結果です。これが全身の結果で、胴体の部分だけってやると、こうクリックすると胴体の部分だけが出ると。で、脳の部分だけだったら脳の部分だけと、というふうなのができます。で、今、これだけ見てたら、あんたら 3D 言うてんのに 2D やんけっていうふうに思うかもしれないんですけど、これ実は 3D でして、これ実は、ここの、
なんていうつまみを動かすとぐりぐり回せます。こんなふうにいろんな角度から見ることができますね。できるんです。でまあこんなそんなんやってもあんたら意味ないやんって言われるかもしれないですけど、一応今のを、まあ、連続的に回すようなのも一応コンピューターの機能としてはできるのでやってます。こういうふうなんですね。それが意味があるんですかって言われるかもしれないですけど、まあ一応こういうの機能としてはあります。そういうのですね。はい、そういうまあ発言データをこういうふうに表示するようなまああの可視化手段っていうのもここで入ってるので、まあ自分のまあお気に入りの遺伝子を見つけてきてこれをマップするっていうのをやってみてほしいなというふうに思います。ちょっとまあこの実習の手引き書に戻りますが、実習の通りにやってみようと思うんですけれども、このリストに追加するってやるとリストにどんどん入っていきますよってやつですね。まあそれはこれだけでいいか。で今やったのは実はこの5番ってやつですね。ヒートマップオンボディパー 3D ではこう切り替えができますと。アニメーションに表示入れるとどういうふうにできるかというと今みたいに出ると。で、さっきのこのデータで、表示されているやつのこれ、ここにマウスをこう入れると肝臓でこれが7941ですとか、こう数値が出るというやつですね。こういうふうなやつ。こういうふうに、ここは数値は出てないんですけど、こうやってマウスオーバーすると出るよっていうやつですね。でこれが肝臓であるとか、消化器であるとか、なんかそういうのも、これ、マウスオーバーすると出るようになってますということですね。それが、この6番に言ってるやつですね。で、これも、まあ、このデータをじゃあ、別に再利用したいっていう場合は、ダウンロードっていうのを押すとできますよってことですね。それはまあ、どこにあったかな。ダウンロードのどっかにあるんですけど、これですね。そうするとここで見せてるデータが全部一括ダウンロードできます。それもまあ使い、こういうのでバルクで使ってみたい人っていうのはそこで使ってみてくださいってことですね。それが7番に書いてある。それで、どれやろうかな。これか。で、戻ります。で、この、まあ、発言のデータのヒストグラムの以外にですね、下を見ると、その遺伝子に関するいろんな情報が載ってるんですけど、まあ、この中で、まあ、いろいろ、例えば、レフセックの ID であるとか、ジーン ID であるとか、いろんなデータベースの ID 載ってるんですけど、このプローブセット ID っていうのだけはちょっと特殊になってて、これは実は、我々のところでやっている、こう、ググルナってサービスの方に飛んで、この、マイクロアレイの実験でやったプローブがどれぐらいゲノムにちゃんと今も貼り付いているかというのをすぐ計算してチェックできるという機能になっています。これだからクリックすると、Google なんてサイトに飛んで、今のアフィメドリックスの ID で、今のアフィメドリックスのプローブセットの ID は、実際に使われたプローブはこんなやつで、それは確かにゲノム中に全部1回、ゲノム中じゃないな、これレフセックの全部データ中に、必ず1回はちゃんとマッピングされてて、そのフィブリノゲンアルファチェーンの場合はこの辺に設計されてますっていうのがこの色で表示されてて、濃くなってる部分はそれダブってる部分ですね。プローブがだから重複してこう設計されていると。じゃあこのマイクラインのデータでプローブがどこにあったかという情報が一目でわかるというのがこれです。だいたい3プライム側に設計されていることが多いんですけれども、このフィブリノゲンアルファチェーンに関して言いますと全長にわたってプローブが設計されていることがわかります。こういうのですね。これも昔は結構、すいません、昔の人に申し訳ないですけど、このプローブ情報というのはもう超機密情報で、当然昔は出してくれなかったし、15年前は出してくれなかったし、こんなんでインターネット上でこれ検索できるようにするなんてのはもう絶対ありえなかったんですけれども、これもアフィメトリックス社と交渉してですね、これ使っていいかというふうになってて、向こうの会社にちゃんと許可いただいてます。ですので大丈夫です。ノラサービスじゃないんで、彼らにも言ってここからも検索できるようにしてますよっていうのはアフィメトリック社、アジレント社両方に言ってこういうサービスを我々のところで作って提供しております。はい、それがこの8番でしたね。でまあジーンオントロジーもできますよとか、なんかいろいろ出てるんですけれども、でもう一つ大事なのはさっきほど来言ってる
あなた500ぐらいの臓器あったのに40しかないやんけって思うかもしれませんが、それは10番に書いてあります。タブをクリックしてください、書いてます。これはね、500種類ものやつを、これ同じようなレベルでこれ出せないんですよ。ですので、しょうがないので、ちょっとこれ、こう、タブがあるでしょ。これ、なんか黒、これ灰色になってるでしょ。これをクリックしてください。そうすると、こういうふうに、ファントム5のデータが出ます。これが実はヒストグラムなんですけど、多いからこんなふうになってるんですね。こういうふうにして、ここの、バーをですね、ドラッグして、皆さん見てもらって、あ、これ高いのあったなと思うと、これマウスインして、あ、これはヘパトサイトだったなっていうのが分かったりとか、こうやって一番高いのはこれかな。これも、リバーのアダルトですねとか、そういうふうなのが、まあ、分かると。で、まあ、あと、この組織が非常に多すぎてよく分からないので、ここでその組織に対する検索ができるようになってます。例えば、ここでヘパトとか、ヘパトとかってやって、GO ってやると、そのヘパトなんとかって書かれてるものだけがこう色が変わりました。これですね。こういうの。まあ、リバー関係のものであるということなんですけど、まあ、そういうふうな、まあ、やり方はできるんですけど、現在このインターフェース改良中で、そのうち多分いいのが出てくるはずなんですけれども、多分今年度中を、期待してるんですけど、今これ、まあ、こういうふうなレベルで見せるようなのをやってて、これは一応ファントムのプロジェクトも公認のもので、こういうのを作ってます。で、このファントムのプロジェクトの方は、あちらあっちでこういう同じようなビューアー作ってるんですが、あちらはですね、より精密な情報を出そうってことで、こういうふうに遺伝子ごとに丸めた発現地にしてなくて、ゲノムブラウザー中にどっからどこまでがプローブがあったとかピークがあったかみたいなのを彼らのところ出してるんですけど、実際には遺伝子単位に見た方が便利だということで、我々の方はゲノムブラウザーじゃなくてトランスクリプトムブラウザーを目指してますので、こういう遺伝子っていうか発現単位で測定された数値を出すっていうことで、違う観点で可視化っていうのを試みて、こういうのを出してます。まあ、それはどっちがいいかというのは、それぞれの人の多分、好みもあるし、研究している、レベルって言ったら失礼ですけど、ステージにもよると思うので、まあ、これはざっくり、ファントムのセットでもどういうふうな発現が知りた、遺伝子、この遺伝子で知り、はどうやったんやっていうのを知りたいというときに、すごく便利だと思うんで、こういうのを、まあ、実際に自分が、まあ、狙っているというか、研究している遺伝子とかで、見てみると、便利なんじゃないかなというふうに思います。で、この、実習で一番この、ファントムのこのデータでいいのはですね、オクト4をやるときなんですよ。それをちょっと今、やってみようかなというふうに思います。それはちょっと書いてるかな、どっかに。ちょっと今回の実習には書いてないかもしれないんですけど、あ、書いてないね。でもちょっとやってみましょう。面白いので、それは。それはですね、一番最初のやつに戻って、このレフェックスのアイコンクリックすると一番上に戻ります。戻っていただいて、ここで、オクト4とか、検索していただくと、オクト4は別名だっていうのを皆さんご存知かもしれないですけど、パワークラス5のホメオボックス1とか、この辺が多分オクト4です。なんでそれがわかるかというと、ここの、同義遺伝子名っていうのがこういっぱい出てるんですね。ここに出てますね。ここに中にオクト4ってありますね。だからそういうふうに別名も全部これ持ってるので、こういうふうに引っかかってくるんですけれども、まあ正式名称は別のものであることが多いです。はい。DEC1 もそうですね。ベーシックヘリックスループヘリックスの40だったっけな。41だったっけ ?40 だったと思います。そういうふうに、別名っていうのは遺伝子はいっぱいあるので、ですけど、大体知ってるので検索するとこで出てきます。で、オクト4は実は発現がすごい弱いために、いろんな組織ほとんど出てないために、全く出てない。出てたら iPS 細胞になるからダメなんです。iPS のように、また分化しちゃうからダメで、出てないんですよ。だから、こういうジーンチップみたいな、ハイブリダイゼーションでやると、ノーマライズした結果、ここで全部で出てるように見えちゃうんですけど、それは多分間違いで、クリックして、で、このファントム5の方のデータ見てみましょう。そうすると、本当限られた組織だけで出てるんですね。オクト法。で、それが何やったかって見ると、まあ、テラトーマカルチノーマセルラインとか、こういう、まあ、カルチノーマセルラインですね。と、これ多分こっちは iPS 細胞だと思いますけど、ステムセルか。ES 細胞と、ES 細胞と、この辺だから、こういう、これ iPS ですね。iPS の0日目。っていうところでしか出てないというのがこういう風なんで、まあ分かります。ですので、非常に発現が、
まれな遺伝子とかめったに発現してない遺伝子はこういうので見ると本当にこっちではあの40分類の今までの方では分からなかった病像が分かるようになります。すいません、こっちのサンプルもいいんですけど今のちょっとこれの例を時間もあるんでやってみました。でそれでですねでさっき言ってたそのリストの話は今からこれやるんですけど、リストはですねこういう時にこの遺伝子をリストに入れようというふうに思うと思います。例えばこれ1個戻ってもらってこうやって検索した結果でこれがオクト4やからリストに入れといてもらったらリストに追加するってやってください。そしたらこのブラウザーでこれリストを見るで覚えました。でさらにここで例えば別の遺伝子何でもいいんですけどナノグとかナノグはもうしたくなかったかな、まあナノグでいいや。でナノグもリストに入れると。あと何しようかな、まああとまあじゃあ皮膚はにしようか、何でもいいんですけどこうやってリストに追加してみます。でまあ3つぐらいがいいと思います。で3つぐらいリストにした時にこれをリストを見るっていうのをしていただいたらこんな風に縦に出るんですが、これを、遺伝子を並べて表示っていうこのボタンを押すと、あ、すいません、比較するためにこれね、比較するってこうボタンを押さないとダメなんですね。比較する、比較する、比較するってやって、遺伝子を並べて表示ってやると、横に並べてこういう風に遺伝子をの発現をこう 横で並べて見ることができる。今までは縦に並べてたんですけど縦じゃ分かりにくいからっていうので横に並べるようなことをこれできるようにしてます。そういう機能があるよっていうのがこの部分ですね、13番のところで説明しているものになります。こういう機能もあるので、まあ、今のはちょっと使い方が僕のんで分からんかったっていう場合は東吾テレビ見ていただいてやったらちゃんとできると思いますので、そういうのでまあちょっと見てみてください。こういう差分がよく見れるようになりますよということを、紹介してます。